21年12月10日木曜日、 DK ライブ新進 in 京都市役所2009が開催され、京都市役所庁舎がアート作品に変身しました。この DK ライブとは、世界的に活躍しているデジタルアーティスト長谷川明氏が創作考案した光のアートのことで、100万枚の画像をコンピューターで無作為に組み合わせ、プロジェクターで建物や山などに投影し、幻想的な空間を作り出すもので、従来のライトアップに比べ消費電力量が LED 並みに少ないなど、省エネ環境アートとしても発信されているものです。このイベントは京都嵐山花灯籠2009の前夜祭として、また京都市で12月20日まで開催されていた知恵博の事業の一つとして、毎年京都嵐山花灯籠で嵐山の山や法輪寺をキャンバスに実施されてきた DK ライブを、今回は京都市役所で行い、京都が1200年の悠久の歴史の中で受け継いできた伝統文化の知恵と力を改めて内外に発信しようと実施されたものです。開会の挨拶の中で門川市長は、京都を訪れてくださった皆様が日本に京都があってよかったとおっしゃってくださいます。それは古き良き素晴らしいものを守り、伝統を受け継いできているだけでなく、100年前に路面電車を走らせたように、常に新たな挑戦をし融合させてきた京都の魅力なのだと思います。伝統と革新、そして環境都市京都を皆さんと共に大いに発信していきたいと思いますと述べました。